てかね、外出ると分かるけど、ネットだけだよ。コロナって言ってんの。外めちゃくちゃ道路混んでるわ。さ、ふざけんなよ、マジで。俺ほとんど最近外出ねえんだけど、出ると分かるんだけど、めっちゃ混んでるよ、いろんなところ。ドンキにしてもスーパーにしても道路にしても、みんなニコニコしながら外出てんじゃねえかよって話で、インターネットばっかじゃねえかよ、なんかずっと引きこもってんの。なあ、普通に外出てんだけど、みんな人。夜はランニングしてるやつおるし、昼はさ、犬のが外出てんだよ。なんで俺のが家いるんだよ。犬のがめっちゃ外出てるよ。リードつなげられて。なんで犬外出てって俺家だよ。動物のが外出てんだぜ。犬以下やんけ。そろそろ自分の外出を許してやるよっていう。まあ、楽しめればね。別に、自分が楽しければいいんですけどね。楽しくないと出ても、無理に出て嫌な気になるからね。人に言われても嫌だし、自分自身もね。だから、なかなか上がってこないんですよ。100%。100%外出て企画したいってなれないんですよ。なんか。でもいい、今日ちょっとパチ行って少しスッキリしたから、すぐ帰ってきたけど。全然つまんなくて。ジャッジメントタイムとか言いながら、こっち冷めてんだよ。パチンコ台はすごい盛り上がってるんだよ。パチンコ台はすごい盛り上がって、宝を選べとか言ってさ、ガガ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 ってなってんだけど、俺はすげえ冷めてんだよ。みたいな。プッシュ。当たったんだ。みたいな。そんな感じ。すげえ冷めてんの。で、今まで頼んだこともないのに、あかん。人と絡まなあかん。出なあかんと思って、そう、ちょっとブスなコーヒーガールのお姉ちゃんに、すいませんって言って、アイスココアくださいとか言って、もうね、頼んだことなんかないんですよ、普段。缶ジュースしか飲まないのに。ね、珍しく声かけ、アイスココアありますみたいな。ありますとか言われて、あ、じゃあそれくださいって言って、アイスココア。そう、ちょっとブスな。まあでもさすがにコロナも熱に参ったのか、東京でも100人だよね。もうニュースでやらなくなったね。もう飽きたのかな、みんな。毎日の、かあの感染者、かっこ陽性者で、一喜一憂するのはさ、もう飽きたのかね。毎日何人だ何人だって言ってたのにさ、もう言わなくなってきたね、だんだんね。そう。びっくりしたよ、ツイッター見て。あんなに、外出たら脇出から、家にいるのが大事だからって言ってた金杯、大阪に旅行に行くらしいじゃねえか。もうみんなもう飽きたよね。ドイツもこいつもさ、みんな言ってなかったでしたっけ、コロナって話だけど、もうみんな飽きちゃったんだよ。だから、香川も、いや、ちゃんとせなあかんねんって言いながら、優雅にブチ切れて、あれ、東京おるぞっていう、あれ、みんな、あれみたいな。ちょっと待って、家に一番いるの、いつの間にか、のりさんみたいな。のりさんになっちゃってないって、あれみたいな。俺だけじゃない。俺、桜区から出てないんですよ。さいたま市桜区からほぼ出てないんですよ。ねえ、外配信って言って、家から50メートルの半径のところ回ってるだけだからね。ドンキでも絡まれる。そう。ドンキね。ドンキーって言う人いるけど、それゲームやね。それゴリラ。それドンキーコングね。ドンキ。ドンキーじゃないの。だからさっきからドンキホーテね。ドンキーホーテじゃないから。もうずっと言いたかったんだけど、ドンキな。な、ドンキーって。ドンキホーテ。ドンキホーテだからね。点は。ドンキホーテだからね、本当は。それをドンキって言ってんだよ。ドンキホーテだからね。正式には。どこにドンキーの要素あるんだ。略してドンキーじゃないの。ドンキ。いや、ドンキホーテって略してドンキだよね。ドンキーっていう？わざわざトンと木と棒取る？ どうほって何？韓国のピッチャー？ねどうほはないでしょう。ねどうほは言わないよ。ドンキでしょう。言ってもさ。ねえ。